つけてさ、ケーキに、うんうん、はあ、ちょっともう一回いい、何がよちょっとリアクションもさ、もうちょっとなんかどういうことちょっと一回消して何がよもう一回なんかえ、みんなこのぐらいじゃなかったっけ、大体サプライズで来たのいや、なんかちょっと普通お気に入ってる感じなんだよね、なんかちょっと喜んどきゃいいだろうみたいな、なんか普通、一応なんかスタッフに気使ったぐらい、気使って今のでしょ、そうそうそう、今のが、うん、スタッフに気使ってやったぐらいな感じがすんのよ。まあでも大体いろんな番組でこういうのってあるじゃない、うん、番組終わりとか、うん、なんかね、やってくれるでしょ、うん、あれよ、ゴッドタンでもあったよ、そうよ、うん、みんなこの感じよ、俺だって、うんうん、もう気を使ってる感じのやつだよ、うん、そうそう、もうサプライズだから、まあ、まあサプライズ、アメリカンな感じで言うたら、アメリカンってもっとほらすごいじゃん、なんか外国の人の喜び方だとかすごいのわかる、なんか、まあ、はぁみたいな、すごい、まあ確かに、まあ、ね、だって森山家とかそうじゃん、なんかまあ確かにちょっとアメリカンなりされてるじゃん、できてんね、直太郎とか確かできてんだよな、そういうの、そうでしょ、今なんか、うん、日本人がちょっと照れくさい日本人がえっ、ああそうかみたいな、なんか今のだとちょっと、ね、うん、テレガー、テレガー、まあでもテレガーの方がまあちょっとリアリティあったでしょ、でもだから今のなんかもっと外国の子供を見てるようなさ、すごくない、あの外国の子供の喜び方とか、無邪気、まあ無邪気なね、プレゼントもらった時とか、あのーはあげたがやるね、確かに ね、ああいうの可愛いんだよ、外国の女の人とか急にプロポーズされた時のやつとかすごいじゃん、そういうの頼むよ、うん、じゃあ分かったよね、もうなんだよ、いやしかしまあ、うん、この時期そうだからさ、やっぱ甲子園も、うん、今年も盛り上がってるじゃない、盛り上がってるね、今年なんてなんか最近流行ってんのかね、まあ、ああいう高校野球ブームになってんのか、芸人曲だ曲入ってんの紹介するんじゃないの何おーわーオーマイガーオーマイガー消して消して、おめでとう、ああ全然消えない、うん、はい、はい、ちょっとね、火もなかなか消せなかったね、消えないんだね、肺活量がないね、ちょっとやばいね、落ちてるね落ちてる落ちてる、うん、ラジオネーム琉球の暴れメガネ、はい、おい小木、はい、毎年恒例の予告サプライズなんだから事前に練習してこいよ去年から1年後だろうが、たくおめでとうよ最後いい言葉を ねかけてくれんだよね、そうそうそう、最後ね、最初ちょっと嫌な感じで入ってくるんだけど、基本的にだからドグマムシ三代一緒で最後長生きしろよで終わる、うんうん、そのシステムだね、うん、もちゃんとさ、まあこれは練習するもんじゃないからね、予告サプライズは、うん、これやりたいけどね、やっぱり、うんうん、予告サプライズ選手権、そうね、誰か上手い人いるかね、いるでしょうね、いるんじゃない、やっぱこういうの女性なんてみんな上手いでしょ、まあみんなこういうことでしょ、ハーフタレント上手そうだよね、大体ハーフ、そうハーフ界にベッキーとかうまそうじゃん、絶対。わあ、めちゃくちゃうまそう。うまそうだよね。やってくれっかな、ベッキーとか。こう恥ずかしくなく。リアルに。やれるかな。なんか見たいね。見たい、みんながサプライズ、ね、うん。誰が一番うまいか見たい。うん、あの辺のや、だからアイドルというか、うん、タレントさんにね。で、うまいとなんか性格悪そうに見えちゃうね。まあね。ちょっとあの辺の人たち。じゃあ誰もやってくんないか。鈴木奈々とかもうまそう。ああ、うまい。うまいっていうか、予告サプライズされた時にすごいちゃんといいリアクションを取りそうな気がするな。うん。予告っていうか、サプライズされた時に。そうね。予告となっちゃうとやっぱ下手かな。できないかもしんない。こじはるはね。こじるりだ。あ、こじるり、うん、あ、こじるりうまいね。うまいよね、うん。だからああいうワイプのやっぱうまい人ってできるよ、そういうのは瞬時に。パッパッパッパ、そうか。表情が豊かだもんね。うん。うん、こじるりも、だ性格悪いのかな、だからそういうのって。そんなことないですね。そういうの喜べるって騙せるってことだからね、瞬時に。うん、でも見たいね、いろんな人の。ね、見たい。デヴィ夫人とかも見たいじゃん。面白そうだね。デヴィ夫人がサプライズちゃんとやってくれるかな。や
やってくんなそうだけど面白そう。最後デヴィ夫人がとぼけてるのとか想像したらすげえ。え、なんなの？あんた何これ？デヴィ夫人もいいね、うん。なんかそれやりたいね。ここね。ね、動きサプライズ選手権。うん。まあ早いもんで44歳ですか。早いよ、うん。44ですよ。44だよ。44ね。山本浩二だもんな。44つったらね。確かに。背番号そうだ。44つったらもう山本浩二の背番号が一番有名だよな。有名。うん。ずっと44だった山本浩二。いや、わかんない。44だよ。なんかそのイメージはあったけど。ね、山本浩二ね、うん。広島の方じゃなくてね。あっちの。巨人のね。巨人でしょ。うん。44、もうね。でも若いんだね。いざなってみたら。まあなぁ。こんなもんかって感じだけどね。体力が落ちてんな感じるけどね。うん。やっぱり精神年齢ってもそんな上がんないのかね。なんかこのテレビ出したのが10歳としてだよ。10歳前の、今までの、うん、今までって言ってもいつからかわかんないけど、うん、50歳が、あ、そんなことテレビでやってんだ。やってたテレビで。ずいぶん前から言ってんじゃね。うん、それをもう10年若いって。一週間ぐらい前に、それが、やっとテレビで、うん。それ普通に飲み屋で話してる。何年も前から最近の、まあ、40代って昔で30代だからなとか、うん、昔と 10年違うけどななんて話なんかもうずいぶん前からやってるんや。ね。でも。それ科学的にやってんの？多分医学的っていう科学的に全部そういうスポーツ的なものとかそういう、うん、ほら、やるじゃん、うん、健康診断じゃないんだけど、まあそういう身体能力とかで、やっぱ全然その何年か前の平均よりも。うん、まあ、平均の40歳が今の50歳ぐらいになってるとか。え、そういう体力測定自体も上がってるってことなの？そう、それで10歳。え、それは関係ないと思ってた。なんか気が若いとか格好が若いとかそういう意味だと思ってた。もう全然違うんだって。え、ちゃんと？うん。じゃ、ちゃんと身体能力的に若いの？若いんだって。え、それなんで？なんでしたかな？なんで、意味わかんなくなるって。なんだ、食べ物？食べ物？食べ物とか。だってさ、俺が子供の頃のっていう時のイメージなのね。その10歳若い理論って。うん、俺が子供の頃の40歳って言ったら、もうすごいおじさんだけど、今の40歳って言ったら、まあ昔の30歳ぐらいかな、みたいな感覚的なもので、うん、しかも、俺が子供の頃なら30年前ぐらいか。うん。から食べ物なんかそんな変わってねえよな。まあまあ、まあ。ティラミスが増えたぐらいだろ、ね、ティラミスとか、まあ、あの辺の、だからデザート系ね。ティラミスとズッキーニが増えたぐらいだろ、ズッキーニ。俺が子供の頃なかったものさ。ああ、そう、なかったよ。うん。だからやっぱその辺の、身長とかもほら、でかくなってきてるし、まあそういうのも関係あるんじゃないの？平均身長30年前と変わる？変わんじゃないの？ 60 年前って言われたら変わる気するんだけど。うん。ただ30年でさ。ねえ。今43でしょ、うん、今の10歳ぐらいね、うん。でもやっぱ足の長さとかも違うんだよな、もう。今の子供って、うん、俺らの時より。まあね。全然違うと思うよ。ね、一郎だって41歳でやってんだよ。まあね。うん。それはいたよ、昔から。41歳。いや、だって、角田とかやってた。そうだ、王監督も。王さんぐらいもやってたね、40。ぐらいまでやってた気がするよ。あの人たちほら、打撃しかやってなかったよ、最後。ああ、ほぼ、まあ、ね。ほぼ最後の何年間は。打ってる、打つだけで。まあ、守備があんなすげえ。そうだよ、一郎以上だよ。盗塁もすごいんだから、今、一郎は。まあ、一郎だけだよ。一郎、まあ、そうね、一郎だけだけど、うん。そうなんだ、から10歳違うっていうのになってたんだよね。若いんだよ、もう。まあ、格好がね、まず、こうやって見てて。うん。まず、そんな若い格好しないよ。これでも60歳が来ててもおかしくない。60歳が来ててもおかしくない。いや、でも、ちょっと立って、あ、その、ジーパンとか。もう、ジーパン、ね。もう、そんな、ね、そんな履かないよ。今日はジーンズ。ジーンズ。シャレたジーンズ、ね。シャレたジーンズ履いてるけど、普通は、うん。ベージュのスラックスだよ。ポロシャツとね。そう、それにアーノルド・パーマの、アーノルド・パーマの。俺らの時代そうだよ。確かにそうだよ。そうです。ね。